臭スプレー用意しました。なんか匂いません？お疲れ様です、みーたんです。シャンも大きい声出したらさ、あ、そうか、バレる、バレるって。すいません。今日なんですけど、はい、ドッキリ企画です。初の初のドッキリ。私じゃなくて私引っかかるの顔出ししてないスタッフなんですけど、相場は私なんですけど、相場ね。そのスタッフに何を仕掛けるのかっていうと、うん、みーたん臭すぎるドッキリ。うん、いいと思ういいと思う。その臭すぎるみーたんが、臭すぎるみーたんが語弊がありますけど、普段は臭くないですけどね。普段はね、タブちゃんを回す手でスタッフとの絡み取りたいみたいな感じで近づいていくんで、うん、まあそのスタッフが臭いのに気づけるのか、まあ、臭いミータンを前にした時に、うん、臭いって言うのか、もしくはめっちゃ我慢するのか、どっちなのかっていうのを検証してみたいなっていう企画です。気になりますね。ね、で今そのスタッフなんですけど、映るかな。ギリ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 あっちになんか座ってもらってます。そうそう、座ってもらってます、はい。とりあえず今日ランニングできる格好で来てもらったんで、偽企画としてね。そうそうそう、トレーニング動画というか走ろうっていう動画でね、うん、カモフラージュできるかなということでやっていきます。バレてないよな。いや多分ね、あのスタッフちょっと鈍感なところあるんでまだ全然気づいてない。気づいてないね。うん、じゃあやっていきますか。はい、やっていきましょう。はい、いきます。お疲れ様です、みーたんです。今日の企画は限界まで走ってみよう限界まで走ります。マラソン控えてるということでトレーニング企画でございます。結構時間経ちましたけど、公表してから。はい、どのくらい走りました？2回走りました2回キロとかそういうんじゃなくて2回走りまして。2回ね、まあ多分足りてないんで限界まで走る企画なんで、行きましょう。はい、行きましょう。レッツゴー。オッケー、じゃあやろうか。はい、どこです。じゃあもう早速ね、走っていっていいですか？はい、行ってきてください。僕ここで定点で撮り続けるんで。ついてきてくれないんだ。大きく一周してきます。はい、はい、とりあえず一周行きます。それ全力ですかね？え、全力とは。めちゃくちゃ疲れた。今軽くね、軽くつっても10分ぐらいしか走ってないですけど、もう限界。偽企画にしてはハードすぎるこんな走る必要ない。見たさだけ死ぬほど走らない本当走らなくていいのにさ、バレないためにね。きっつい。そろそろワンプッシュ行きたいなと思って。あ、なるほど。ここでもう行っちゃっていいですか？ここでもう行っちゃいましょう。これです。こちら激臭スプレー用意しました。これをワンプッシュずつ追加していきたいと思います。一旦ちょっと匂いだけ。匂い本当に無理なんだよね私、怖いです。わー、なるほどね。どういう系？汗臭い。汗臭いんだ。うん、ぴったりやん。ただすれ違っただけの人とか、みたんさんのことすごい汗臭い人やと思うって思うぐらい本当に自然にちゃんと臭い。臭い、よくある臭い。一旦じゃあどの辺に行きます？胸元あたり、うん、ワンプッシュ行きたいかなと思います。お願いします。あ、やだな。行きますね顔いったなんでスプレーの出る方向間違うん？くさ。今臭い？臭いよ。今臭い？本当に離れない臭いの嫌だな。臭いですね。トイレ行くっつって来てるんで、うんうん、まあ、そろそろ行こうかな。戻りますか、うん。で、あのサブちゃんの話とかは別に俺が先にちょっと伝えちゃって、サブちゃんもそろそろ作ろうよみたいな感じで行きたいんで、うんうん、はい、じゃあそれでみーたんさん携帯持ってもらって、今から本当にみーたんさん一人なんで、休憩中は、はい、任せてください。絶対にヘマしないでください怖いな頑張ります。行きましょう。はい、行きましょう。頑張りましょう。初ドッキリ頑張ります。行ってみます。サブちゃんでーす。いや、これからちょっとサブちゃんも増やしていこうかなという感じで。僕入っちゃって大丈夫ですか？あ、全然。あ、大丈夫です。撮影の休憩中みたいな。そう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 。をとりあえず撮ってみようかなと思って。はい、とりあえず今日の撮影の合間、はい、うん、休憩中のオフシーンみたいな感じで撮ってます。お腹空いたんだよね。何も食べてないですか？食べてない。水飲みますか？水飲もうかな。水とあとご飯。あ、ご飯行かせるよ。
今日のご飯です。お、手作りですか？手作り、ちらし寿司。あ、なんか文字書いてあるなと思いました。このパッケージにね。あ、パッケージ、なんか海苔の方になんか文字付けてあるかなと思って書いてない、それは書いてない。めちゃめちゃ美味しそうですね。朝ごはん食べた？あ、食べました。パン一つだけ。パン一つだけ、はい、ダイエット中？ダイエット中っす。うーん、そうなんだ。ダイエットっぽくて美味しそう。いただきます。うん、今日暑いね。今日暑いです。今日暑いです。寒いっす。嘘、はい、寒い。寒いっす。走ったからかな。あー、かまされそうです、うん、何も動いてないんで。それのせいでちょっと暑いかも。最近ちょくちょく僕もちょっと走ろっかなと思って。えらい走り始めたんですけど、うん、僕ら その町内でクマが出たんで、うん、田舎すぎる。毎週その放送で最近それビビりながら走ってます。ねえ、走ってるんだ。この出てきたのどうしようと思って。ねえ、危ないって。逃げた方がいいのか、戦った方がいいのか。逃げた方がいい。戦ったら負けるじゃん。うん。ちょっと水探してくる。あ、わかりました。うん。どうでした？行けてた？結構バレてはないと思うけど、何の違和感もなく、あっちが。いつも通り喋った感じ。うん、何も気づいてない。匂いとか。私、マジご飯食べながら吐きそうだったけど。まあ、もうちょっと走って、ちょっとエンディングっぽいの撮って、うんうん、まあ、次の撮影あるんで、次、車移動なんですよ。ああ、車内。そう、車内。車内は結構さすがにバレるし、皆さん、助手席座ってもらって、エアコン全開で、後ろに風を送るみたいな。はい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 、なるほど、わかりました。行きましょう。次行きます。暑いね。暑い、マジで。伊田さん、着替えに来てもいいの？いや、もうとりあえずね、まだ後でちょっと汗かくかもしれないし、今のとここれでいいかな。暑くない？上げていい？いいよ。マックスでもいい？マックスでいいよ。風量マックスで。暑すぎる。マジで。タンクトップ日和だね。はい。サブちゃんってこんな感じ？え、こんな感じじゃない。わぁ、涼しい。あっ、あっつ。もうなんか、ん？今匂います？臭くないですか？そっか。いや、わかんない私。車が臭いんじゃない？車が臭い？車が臭い。先輩が商品とか。俺？俺？なんかいつも利用じゃないですか。いつも匂い。何それ？めっちゃ悪口言われてる。いつも足臭い人みたいな。こっち来てないな、その匂い。あ、行ってない。うん。臭い。そんなに？本当に？ちょっとなんか臭いっす。嘘。何系？日系、僕の足の匂いが全部の足の匂い。なんで俺、なんで俺限定？本当に俺、ね。はい。で、やんね。思っててもいいです。確かに。ちょっと目的地まで。あ、もうちょっとで着きそうだね。じゃあこんな感じで。車内失敗。車でも行けんのかい。密室の中でもちょっと行けなかったですね。普通に俺のこと臭いと思ってるんです。私じゃないと思われてて、なかなか難しいかなっていうとこなんですけど、次はめちゃくちゃ近く。めっちゃ近く。結構キンキンに隣に座って、うん、明らかに私ですよっていう感じで行ってみたいと思います。匂い焼き。はい。だいぶ汗かいてる。やばい、汗だく。で、しかもちょっと追加しとこうかなと思います。こんだけ汗かいてたらさ、本当に汗臭いパターンない？あるよ。でも念には念をということで、これさらに追加したいと思います。かけれるだけかけてみようかな。いきますよ。ここら辺ね。くっさ。これもうきついな。うわ、結構きた。はい、ここにびっしり染み込みました。来る？この距離で結構来てる。だって私やばいもん今。ここやばいから。これやばいね。え、どの程で行くんですか？なんで写真撮るんですか？サブちゃんのサムネを撮りに行きます。それで。はい。じゃあ行ってきたいと思います。行きます。サブちゃんサムネ撮りたいんだけどさ。
はいはい、僕大丈夫です、帰っちゃって。あ、首下ぐらい。あ、首下ぐらいなら大丈夫です、うんうん、はい。で、撮りたいなと思って。はい、どうしよっかな。こんぐらいいけるかな。なんか、うん、なんか匂いません？え、そう、全然私は分かんないか。外が臭いですかね。臭くないよ。臭っ。そう、え、ちょっともう一回ですか。臭くないって。え、臭くないっすか。え、嘘だ。えぐいっす。えぐい、本当にえぐいっす。嗅いだことない匂いします。臭い。はい。え、僕あのあれ持ってます、あの汗拭きシートっていうか、あのボディーシートよかったら本当に。え、そんなに使った方がいいっす、本当に。嘘だ。いや、冗談抜きで、うん、臭いっす。てってれー。え、ドッキリでした。あ、ドッキリやったんす。初めてドッキリなんてかけられました。実はドッキリでございました。やっと気づいてくれた。長かったっすね。ね、長かった。本当にこの距離でもやばいっす。もうなんか1回匂いに気づいてからもうずっと臭いっす。実はこの激臭スプレーを振りまいておりました。いい、何の匂いがするんですか。一回これだけで嗅いでみて。これだけで、はい。これだけで。これはエグいっす。これはエグいっす。本当に汗の匂いなんかな、ちょっとびっくりしました。でもこれだよね。いや、信じがない。これと言ってくれ。半分混じってるっす。これと言ってください。お願いします。美味しいと思ってるらしいんで。あ、じゃあ後で。全然貸します。いや、これの匂いです。ということで、はい、まあ、今日こちらドッキリ仕掛けさせてもらったんですけど、夏ってめちゃくちゃ匂い気になるじゃないですか。はい。で、その匂いを抑える方法みたいなのをちょっと案件でいただいて、はい、まあ、そちらちょっと紹介していこうかなと思いますんで、ちょっと準備します。 PR させていただければと思います。はい、検証していきます。こちらがレオエストの消臭シャツと、こちら消臭インナーです。で、うん、私が今着てるのが白の消臭シャツを着てます。中には消臭インナーも着用してます。着用画像はこちら。汗などの匂いを消してくれる消臭インナーです。まあ、仕組みは分かんないけどマジで消えるらしいんで、一旦ちょっとさっきの激臭スプレー、はい、で試してみようかなと思うんで、ちょっと匂い確かめたいですよね。じゃあ確かめてみます。じゃあまずこの空のボトルの中に激臭スプレーをプッシュして匂いを嗅ぎたいと思います。いきますよ。え、ちょっとスタッフのケイ君、この匂いかどうかだけ。間違いない、この匂いです。これだいぶすごい。結構すごい、鼻にできた。これ本当に消えるのかな。ちょっと試してみましょう。はい、じゃあ次この中に同じ激臭スプレーをもう一回プッシュして、ここにこのレオエスト消臭シャツを入れて匂いを嗅いでみたいと思います。はい、そしてここに消臭シャツ入れます。いや、本当に消えるのかなこれ。で、蓋をしまして、シャッ。振るの？運動するからね。このシャツを着てみんな走ったりとか、まあ、普通に過ごしてるだけでもね、動いてね、汗かいたりするから。じゃあ本当に消えてるのか、開けて匂いを嗅ぎたいと思います。いきます。すごい、全部消えてる匂い。本当に？さっきの汗臭さ一個もない。すごい。確認入ります。いいですか。あ、ぜひぜひ。うわ、本当や。マジで匂いそうですね。あ、本当や、普通にシャツの匂い。うん、シャツのなんかいい匂いしかしない。シャツのいい匂いしかしない、うんうん、すごい、こんな消えるんだ。マジか。たまにその電車とか乗ると、あ、なんかちょっと汗の匂いするなとかあるじゃないですか。よくありますね。日本人全員がこれを着てれば、そう、この被害者がゼロになる。ゼロになるっすよね。そう、すげえ。え、これすごい。こちらなんとニーターンチャンネル限定で 20% オフのクーポンをいただきましたので、ぜひ概要欄をチェックしてください。よろしくお願いします。じゃあさ、清潔感のある男が好きですから。あ、よく言ってますから ね。匂いとっても大事だと思います。ぜひ皆さんこの夏着用してみてください。私も今着てるんですけど、インナーとあと T シャツがあるんで、これ2枚重ね着するとなお匂いが消えるんじゃないでしょうか。鉄壁の上に鉄壁のガードってことです。そう、もう完璧。これ2枚着ればもう汗の匂いしないと思う。ということで、今日の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。